ベル君、男のレベルを上げるとき、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。5第3話の反応集&感想どうぞ。私をさらってください。さて、ラブコメはどこまで続くか。シルは何かに縛られている。逃避コースターと、アニメのオープニングでグリーンなわけ。ダンジョンでデートアライブするのは間違っているだろうか。何度聞いても良いグリーンボーイズと団待ち。相変わらずネタバレ激しい。シルさん提供、今季最もお安い提供フォント、よし。監視するフレイヤファミリア。集団ストーカー。すんごい監視されてる。デート、探してる。フェスティアとアイズ、緊迫してきたな。音楽がアイズの横胸でっかい。ロアイズとヘスティアのコンビ本当好き。いたのかい、いなかったのかい、どっちなんだい。油物たくさん食ってるのに肌きれいなバレン何なし。アイズさんやっぱかわいいな。カナオサイフォルダに、ヘスティア様のポンコツ感ほんとたまんない。他のファミリーとぶつかり始めたか。なんだかんだいろいろなファミリアを巻き込む騒動になってきた。何がし君に喧嘩売って大丈夫か。史上最もバカらしい戦いが始まりそう。消えた。バカモン探せ。お前らも尾行してたんか。全員もぐもぐで草。断末世界にメロンパン存在したんだ。パンを食う張り込み刑事ならぬ張り込みメイド。アイズさんは何を思ってるんだろうか。誰か説明してくれよ。レイズな始まりそうな叫び。めっちゃ大掛かりじゃん。注目されすぎてる。デート、ゲーミングマント、透明マントやん。フレイヤファミリアを巻くためにマジックアイテムしよう。フェルズさんのマジックアイテムがこんなことに。上目遣いきた。まさかの駆け落ちスタイル。シルさんめっちゃワクワクしてるやん。ただただ喜んでて笑った。ノリノリなシルさん可愛い。飛んだ。当たり前のようにお姫様抱っこして飛び越えられる。ベル君、逃走のアビリティが出たのも納得な逃走回数の多さ。これは命がけの駆け落ちか、精霊幻想機かな。一般通過カップル、通過したのは主人公の方。シルさんが乙女のを悪化させてる。逃避行をエンジョイしまくるシルさん可愛すぎる。体がふわふわ。アスタリスク、監視を振り切った。ここからがシル的に本番なのかね。セーフル、ド大聖堂。聖堂で結婚式ですか。シルさんでデートらしくなってきた。完全に恋愛映画ですねこれは。ずっと透明マントかぶっとけばいいのに。精霊の亡骸が収められている。知ってる知ってる、滞在司教が狙ってくるんだろう。光と水のダフネ、難聴。精霊ちゃん捨てられちゃったのか。マジかよ、飛んだ浮気者だな。やはり青髪は負けヒロイン。水と光のフルランド、ゲームのやつか。アニメの中にゲームの宣伝ぶっ込んでいるのくさ。ゲームのステマアニメ、若干のネトラレ修羅場要素ありの由来を持つ大聖堂だった。悲しい愛の物語。こうなる前にぬっくんを呼べという言い伝えだぞ。ここからゲームへつながっていくのか。シルさんがおかしくなったら。なんて不穏なもしもを聞くんだ。これ伏線なんだろうか。他の女に化粧するなという教訓です。いけない子猫ちゃんだ。イケボシルさん、お持ち帰り希望。ずいぶん具体的なことを言い出したぞ。欲望 100% だろこれ。シルさん、誘い受けタイプか。しませんよ、特大フラグ。お持ち帰り希望ってド直球に言ってもらえてるのに。ベル君にはハードルが高すぎるます。好きだなって言っちゃったよ。イチャイチャしやがって。もう性ヒロインやろこれ。すごく自然に好意を伝える瞬間大好き。夕食行ける余裕あるんか。露店見てる。ほうほう、ふむふむ。お土産屋さん、合体するアクセサリー。じとめきた。おねだりしとる。さしろビームで草。買ってくれダーリン。ダーリンって言うなら欲しいっちゃって言え。シルさんってこんなキャラだっけ。シルさんあざとかわいすぎる。こういうのは価値がなくとも証拠になれば女は喜ぶ。シルさんのメスの顔に笑顔が止まらない。後々の重要アイテムになりそうだな。大切にしてください。ずっと守りたいこの笑顔。映像になるとシルさんの破壊力がめちゃくちゃ増すな。
語気は今までにないほどほんわかしてるけど大丈夫かな。ナチュラルに恋人つなぎ似合ってますよコール。もう一回、もう一回。ベル君が綺麗でスボットになってしまった。積極的になってきた。あ、いや、ててなんかめちゃめちゃイチャイチャしてる。マスターに見つかったら雷だな。デートは水上戦場レストランへ。クルーズという方が適切では。第3回スクワットジムの舞台ですかね。オラリオってマジなんでもあるんだな。船の上なら監視も少なそうだしね。ダンジョンバカなのは否定しない。戦場レストランとはシャレオツ。ベル君がこんなおしゃれな水上レストラン知ってるとは思えないんだが。これでおせっせできない方がおかしいくらいのムード。プレイヤーファミリアはいないが、ヘステアとアイズたちがいた。なんでだよ。いっぱいいて草。見覚えあるやつしかいね。いや、めっちゃ潜入しとるやないかい。完全監視体制が敷かれてた。思いっきり張り込まれてるやん。なんだかスパイのアニメみたいになってきたな。ヘステアさんの食ってる姿かわいい。遅れを取ってるぞフレイヤファミリア。アイズとヘスティアのドレスデカ胸がスケベだ。名探偵ヘスティアと食ってるアイズ。ひょいぱくひょいぱく。この手の店でもその食べ方なのかわいい。こんなとこで食事できる金はどうしたんですか。アイズももやってる。バレンナニガシ君までバッチリお着替えしてるのなんなんだよ。ウェイターおめえらかよ。結局給仕やってんの笑う。チル、ベル、チバ、シガ、サガ。ただのは店員さんだった。シルさんの正体気になるな。これはラブコメレースで猛烈な追い上げしてますねシルさん。ベル君、マジイケメンなセリフさらっと言えるな。こんな時に敵襲。これもおテロだろ。魔法使いってまで強襲してくるとか。なんか乗り込んできた。は、船を制圧。そこまでする、本当にそれ。ベル君と同じリアクションしちゃったわ。逆ったウサギ、万年発情期ベル君。脳筋フィジカルファミリア。一般の皆様にご迷惑すぎる。こんな横暴が許されるんですかフレイヤファミリアは。つかなんで船に乗ってるのバレたんだ。アイズさんブチギレきた。めっちゃ怒ってる。おいおいおいしぬはあいつ。さすがだよバレンナニガシ君。デートくらいでガチすぎるだろ。アイズもベルのことかなり気に入ってるよね。激おこバレンナニガシさんかっこいい。ドレスなのに体験してるアイズもアイズでおかしいぞ。ナニガシさんのまともな活躍見たのってガチで何年ぶりだろう。アイズ的に回してただで済むと思うなよ。部外者が首を突っ込むな。それもそう。相手レベル6なのに弱相手するよな。ヘスパイが潰れててなんか偉い。今のヘスティア様のアングル来てないすぎる。シル様、同業者に気づいてた。シルさんノリノリだがこの襲撃も演出家。酒場チーム来たぜ。呼ばれて飛び出てじゃ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 ーん。親衛隊かのような竜たち。テレリュウさんかわいいな。酒場の店員たちみんなやたら強いんだよな。行動力あって大胆な子。行動の過激さと大胆さはシルさんも負けてない。運河に飛び込んだ。タイタニックごっこするのかと思ったらカップル受水だった。すぐ追いかけるベル君さすがだぜ。アーチャー、着地任せた。見通じるところがあるな。そしてスケサービスのお時間。水が滴ってて非常にエッチです。服を脱がないと風邪をひいてしまうぞ。脱げ今すぐ。このシルってやつなんなんだ。そこが試練。何わろ天然。楽しそうっすねシルさん。わざとやってるだろこやつ。シルさん自由すぎ。これもシルさんに転がされてるな。だんだんシルっぽくない行動が出てきてるような。濡れ捨てよ。いい？透けてることへのツッコミはさすがにないか。テンションおかしくなってね。本当に楽しそうで、でもどこか。濡れ捨てきたかと思いきや、影のある表情で不穏さも忘れない。憂いを帯びたその目やばすぎるって。わがままいっぱいで楽しそうやな。この時間がずっと続いてほしいって描写だ。ところどころで感じるローマの休日感。濡れ捨ての書き込みにカロリーを使うアニメは名作。このはしゃぎぶり、なんか不穏。一周回って死亡フラグじみてきたわ。シルさんは本当にどういう存在なんだ。こんなに可愛いのに負けヒロインの匂いしかしないの、泣いていいか。英雄橋、古代の
のオラリオに強く関わった英雄たちの像が並んでいます。フルランドの像もあります。英雄橋に行くな、ポンチョ橋に行け。なんだこの最後の思い出作り感は。古代の英雄たちほんと好き。愚物とか武者とか勇者とか。大英雄の像の前には台座だけがある。世界は英雄を欲している。未完ということか。横浜駅みたいに永遠に終わらない工事か。オーズに会いたい、重度のライダーオタク。シリアスになってきたな。いきなりオーズ言われてベル君も疑問。逃げるんだよ。私にいい考えがある。ホテル来た。エッチなホテルだこれ。ベル君どっから声出した。なぜか男女一組が宿泊するのに都合がいい宿。ついにここまで来たな。飛んで火に入る夏のウサギだぜ。シャワー来た。おいおい、ダメですよダメですよ。いくらゼロ事態でもダメですよ。延々と濡れた服が透けたまま最後にシャワーシーンで締めるとは。ああもうこれやる気満々ですわ。夕べはお楽しみでしたね。予定これで付き合ってらっしゃらない。屋根裏にベッド一つはエキサイトするためだけのホテルの構成すぎてくさ。ベル君ついに男になるのか。よっしゃ行くところまで行こう。スエゼン食わぬは男の恥だぞベル君。フレイヤがヒロインっぽいスケベエンディング。相変わらずエンディングの歌詞が頭に入ってこない。エンディング語気はいろいろとエッチすぎるんだが、どうなってんの。次回ベル君大人になる。今回の断末シリーズで一番面白いな。ほんと30分が短いわ。こいつら裸足で走った程度で怪我するような肉体なんか。作者は細かいとこまで異常に考えすぎてるタイプの設定中で、ちょっとしたことにも理由がある。ずっとモブで空気扱いだったシルが一気にメインヒロイン扱い。可愛く見えるように全振りしてて微笑ましい。アニメ10年近くやってて、単なる酒場のウェイトレスのシルさんが実はビッグ人物って、後付け設定。割とシルさんが主要な人物なのは最初期から構想は練られてた。だけどアニメでシルさんの日常会がカットされてるから唐突感がある気持ちはわかる。アニメ勢だが一期がだいぶ前だから忘れてるんだろうけど、一貫して酒場の何か秘密がありそうなウェイトレスだったよ。フレイヤファミリアはなんであそこまでシルさんに必死なんだよ。やっぱりフレイヤと関係あるの。ネタバレになるから我慢して続きを見ていくのだ。断末動き第3話視聴させていただきました。いやーやった動きめちゃくちゃ面白いわ。私が単純にラブコメが好きってだけの気もしないでもないが、からかい上手のシルさんがたまりませんね。愛の逃避行を楽しむ様がすごい魅力的です。前回はリードされて不満げだったのに、今回は終始手のひらの上で転がされてましたね。ベル君、まさかシルさんからお持ち帰り発言されて、そしてホテルまで行き着くとは、なんか全て計算づくなんじゃないか。しかしシルさん、ヌレスケから始まってシャワーシーンまでお披露目するフルコースヒロインじゃないですか。もうあとはベッドインだけですよね。続きはプレミアム版じゃなく次回でやってくれるんですよね。ベル君はメガネからベッドマナーはレクチャーされてないんだろうな。あいつ女の扱いがうまいだけで、肝心なとこでダメな DT っぽいしな。でもここで断るのは男じゃないぞ。男としてのレベルもどんどん上げていけ。しかしシルさんは楽しいだけじゃなく、時折見せる憂いの表情を見せてきます。ほんとこのまま楽しかったで終わらないんだろうな。ずっとこのイチャイチャを見てられるんだけどね。オーズを見つけたいって英雄像の前で言ってたけど、シルさんの夕飯料や最後の英雄はベル君ってことなんでしょうね。しかし総じて女の子キャラの胸がめっちゃでかくなってるのは気のせいじゃないですよね。特にバレンナニガシ君とか明らかにでかくなってるよな。栄養が全て胸にいったか。ヘスティア様のつぶれっぱいも良かったです。しかしこいつらわざわざ予約して船に乗り込んだのか。アトリューさんが完全に見守って嫉妬してる立場になってるな。もっと4期みたいに積極的に行かないと負けるぞ。ということで面白かったデートもそろそろ終わりを迎えてる感じですが、だとしても何回でも言うけど、ベッドシーンだけはやってよね。頼むぞ断末。以上、最後までご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。